このメニュー。スイッチに移植されたゲーム、ムーン、をプレイしてちょっと FGO の2部のシナリオについて考えててさ、ちょっと雑談がてらにちらりと、2年くらいやってる FGO 2部だけど、今のところわかってる設定は少ない。半人類史の人々は、すべての空想樹を倒せば帰ってくるのか、本当に地球博士かはクリプターのせいなのか、まだナスさんが意図的だろうけど、まだ開示していない設定、もかなり多いんだよ。その上で明確にわかってることを、4つだけ挙げると、ゴルドルフは仲間、異文体は放っておいたら破綻する、ダヴィンチはキリシタリアを信頼していた、サーヴァントたちは異文体住人やクリプターにも、道を示そうとしていた。現状、明確にわかってるのはこれくらいなんですよね。この中でも異文体の破綻やキリシタリアの思惑は、まだ半分未開示のようなもの。でもこの中でも FGO2 部が賛否両論かつソーシャルゲームとして面白試みをやってるのが、異文体住人にも力を貸すサーヴァント、という構造を、毎回続けてること。ナポレオンやスパさんが顕著じゃないかな。基本はグダサンサイドのサーヴァントだけど、異文体住人を守るためにも散ってた男たち。FGO ってソーシャルゲームだから、どうしても主人公とサーヴァントの関係を売りにしてるところもありますよね。ゲームシステムからして人類最後のマスターを前提にして組んでいるから、サーヴァントになり得ない人間は軽視しがち。それはもう構造からして仕方ない。でも、もしかすると FGO2 部の落としどころは、サーヴァントたちがクリプターなり異文体住人たちなりに道を示そうとするのも一つのテーマなのかなと最近思ってます。多分 FGO2 部が賛否両論なのって、クリプターや異文体住人といった今までにない軸が関わってる部分だと思ってるんですけど、僕はその上で楽しみです。あとはレクイエムの新人類もツイッターでよく語ってますけど、あのマスターの独自性って好きなんですよ。異文体住人が復活して新人類エンドなんじゃないかと予想してますがどうなんでしょうね。ちょっとした雑談なので今回はここまでにしておきます。ソーシャルゲームを超えていけ。